ルイージダトメは、イタリアベネト州、モンテベルーナ出身のバスケットボール選手。ターキッシュバスケットボールリーグのフェネルバフチェ・ユルケルに所属している。ポジションは SF、PF。2003年に、セリエ A のメンズサーナーバスケットでプロデビューし、いきなりリーグとカップ戦優勝を達成。その後スカファーティバスケットを経て2008年に、 パラカネストロビルトスローマに移籍。2012から13シーズンは平均16、4得点を6リバウンドを記録し、リーグ MVP に選出された。2013年7月16日、ダとめは NBA のデトロイトピストンズと2年350万ドルの契約を締結し、念願の NBA 入り。しかし、NBA のリズムに馴染めず、 参加のグランドラピンツドライブでのプレーが大半となり、2015年2月19日にフェニックスサンズを交えた三角トレードでボストンセルティックスに放出された。2015年7月14日、TBL の強豪フェネルバフチゆるケルと契約。2015から16シーズンはリーグ優勝を果たし、リーグ MVP にも選出。翌2016から17シーズンは、 ユーロリーグ優勝を達成した。2005年の U-18、2007年の U-20 のヨーロッパ選手権にイタリア代表として出場し、3位入賞。2007年からはフル代表に提示している。ありがとうございます。